こんにちは、あのです。僕が出演する CM がスタートします。年末年始のセール時期のバイト役を自分らしく表現しました。それではご覧ください。ウルトラセール!本が全品 20% オフ!できる?あなたらしくさ。本が全品 20% オフ。ちょっと似てる。本が全品 20% オフ。ウルトラセール!本が全品 20% オフ!やってみて。やってみる。できる?できる。本が全品 20% オフ。そうですね、今回もすごくバリエーション豊かに面白い CM 撮影できて楽しかったです。なんかでも全体的にやっぱかきまるさんへのこんだけ見つめれるかっていうのが自分的にはちょっとミッションとして楽しんでました。なんか大変そうって僕よりもはるかにこうなんかコミカルな動きをしてるので面白かったです。やっぱ顔がちょっと顔芸がすごいので笑うのこらえるのがやっぱり今回も必死でした。0点。本当に似てなくてどうしてああなっちゃったのかと思いましたけど、ずっと一生懸命やってくれたので嬉しいは嬉しかったです。なんかそもそもやっぱ顔がすごいので、その口のとんがりをやっぱすごく集中してらっしゃったので、やっぱ声が根本的にこう似てないなっていう、アドバイスのしようがないぐらいでした、でも年末セールとかそういうのがなんかテレビとかではこうダッシュしてる人たち見たことあるけど、僕やったことなくて、だいたいいつもセールを逃しちゃう。買いたいと思ったらもうセール終わってたり、結構頑張って買ったものが後日すぐなんかセールになってたりして嫌な目ばっか見てるので、今年はセールでちゃんとお得な感じで買いたいなって思ってます。なんだろう、服とかは本当にめちゃくちゃ家にあって、玄関が閉まらないぐらい本当に山ほどあるので、あとはアプリでクレーンゲームよくやるんですけど、なんか無心で家でできるのでやっちゃって、それとか売りたいなって思ってます。どのように、どうだ、多分仕事ですけど、なんか年末年始はお笑い番組とかいっぱい見たいなとか、僕猫が好きなんで実家とか帰って猫と一緒にいっぱい寝たいです。今年はまだそういうのできてないのでやりたいです。それではエトチャレンジスタートです。はい、終了です。はい、短いですねもうちょい時間欲しかった。それでは解体を見せていただいてもよろしいでしょうか。はい。た、たつ、とし。
伝わる人には伝わるかなと。芸術なんで。はい。辰年ですよね。辰年だから、辰のお年子みたいなのを想像して描けました。顔はちょっと、もうちょっと時間あれば、もっと描けたんですけどね。まあでも、あとほんと、10秒ぐらいあれば、結構いけた気がします。あと10秒あるんで、やってもらってもいいですか？全然いいでしょ、でも。もうあ、もう。はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと前進したみたいな感じで、うん、前半のお話は。で、4テープだったり、今からやるのは。元ダウン。はい。じゃあ、かきまるさん、こちらになります。なんで全品、ちょっと多く。ごめんなさい、ほんと。全然。大好きなんですけど。スタート。ウルトラセール !20% オープン。ありがとう。はい、ちょっと。ちょっと、見て。やってみて。やってみる。できる？できる。やった。はい、よかったです。ありがとう。はい、お願いします。本番またのお越しを。あ、そう、あ、いいね。はい、あ、いいね、叫んでる感じ。はい、あ、お時間ありがとうございました。最後までありがとうございました。ウルトラセール、本が全品 20% オフ。できる？あなたらしくさ。本が全品 20% オフ。ちょっと似てる。本が全品 20% オフ。ウルトラセール、本が全品 20% オフ。やってみて。やってみる。できる？できる。